皆さんこんにちは、聴取の近藤でございます。今日は日曜日で、また午前10時です。で今日僕はね11時から、打ち合わせがあって、それが終わったらね、午後は僕がいなくなって、他の聴取の、あの事務所の他の聴取者の子が、何件か打ち合わせが午後入ってるみたいです。で僕午後ね、あの事務所いないで何するかって言ったらね、ビーズのコンサートに行ってきます。ビーズっつったらね、まあ多分日本で最も成功したロックバンドって言っていいんじゃないですかね。こうその、まあ、ナンバーワンヒットだったりとか、そのとにかくそのスーパースターでいる期間がめちゃめちゃ長いじゃないですか。もう多分ナンバーワンって言っていいと思うんですけど、まあ、実はねそんなに僕その熱心なビーズのファンというわけではないんですけど、もちろんねヒット曲はみんな大体あの知ってると思いますけれども、あのアルバムをねこう繰り返し聴いたりとかっていうわけではないんですけども、それでもねビーズのコンサートというか今日で2回目なんですよ。2回ともねこう誘っていただいていくことになるんですけど、まあここで日産スタジアム横浜のでちょっと楽しんでこようと思います。でねちょっとね、あの僕移動があの半年ぐらい間空けちゃったので、その近況報告っていうかね、最近ちょうど起こったこと2つ皆さんと共有していきたいと思うんですけど、まず1つね、あのねこの秋僕セミナーラッシュです。セミナーラッシュでね、それがセミナーっていうのも、まあ、いわゆるその家族信託だったりとか遺言だったりとか相続の基礎だったりとか、まあ、そういう話はね割と、まあ、自分でも企画してしょっちゅうやってるんでそれはいいんですけど、そうじゃなくて地方の司法書士会ですよ。地方の司法書士会、単位会とか、あとは、まあ、あの青年会とか連合、あの支部とかね、そういうところから呼ばれて話をするっていうのはね、このね5月から6月ぐらいかな、その司法書士会が新年度になって立て続けに頼まれました。でね、そのテーマがみんなね、じゃらいんですよ。じゃらいっていうのは、その要はその家族信託の話をしてくださいとか、まあ、登記のねこととか、まあ、今までだと僕あの調停とかね、そういう話で呼ばれることが多かったんですけど、でそれはでもね、あの司法書士会連合会の委員として、その単位会から要請をされて派遣される講師として地方に結構行ってました。で今回ねそうじゃないんですよ。テーマはだいたいね、司法書士の明るい未来について語ってほしいとか、その東京のね事務所の最先端の取り組みについて紹介してほしいとか、そういう講座なんですよ。みんな面白くないですか。でみんなねその YouTube を見て、あの僕を探してくれて呼んでいただいたって話です。まあね、みんなこう下向いちゃってるっていうかね、もう業界もダメなんじゃないかみたいな、そういう感じの中で、まあ希望を持ちたいっていうかね、上を向きたいっていうことで僕にそういう話をしてほしいっていうオーダーだと思うんですけど、まあ僕ね多分そういうの適任だと思うので、まあ、しっかりとね、あの皆さん勇気づけるような、一緒にやろうって気になるようなね話をしていこうと思って、まあ準備をねしていこうかなっていうふうに思ってます。これ1つ目で、2つ目、これはねこの間お客さんと面談をしてちょっとね衝撃的っていうか、あすげえなと思った話があるので、ちょっとぜひね共有していきたいと思うんですけども、まあその方からの依頼の話とは全然関係ないんですよ。まあそのまあ、具体的には相続の話だったんですけど、相続の話をする中で、まあ、自分のね若い頃大変だったっていう話なんですよ。でね、その人はあの子供の頃台湾で生まれたのかな、台湾で生まれてこう日本にこう終戦で引き上げてきてるっていう形の方なんですよ。でね、その時の話なんですけども、まあ、その方もね多分あの幼かったんで、あの聞いたこととか直接あの目にしたことと聞いたことっていうのはこっちゃになっちゃってるのかなっていうところあるんですけども、台湾にもあの空襲があったんだそうですね。その B-29 の空襲が、で、その方は台北にいらっしゃってて、で、空襲にあったと。それで、平地にいると台湾って多分平地が少ないのかな。やっぱ台湾ってやっぱりこう山が多い国ですよね。で、平地にいると B-29 にこう爆弾が降ってくると、で山に逃げようとするわけじゃないですか。で山に逃げると台湾ってね、まあ、こういう言い方ってもしかするとその差別用語になったりするのかもしれない。首狩り族、台湾の首狩り族ってなんか聞いたことありますよね。で首狩り族っていうのがいて、要はその少数民族だと思うんですけど、本当にね首を狩ったりとかするわけじゃないと思いますけど、少数民族っていう人がいてやっぱり危険なんですって。で山にも行けない、で海に逃げて、もうその粗末な船に乗って命からがらこう逃げたと。で当然日本に行くわけです。日本に向かうわけですよ。で日本に行くとそこには米軍の潜水艦がいて、魚雷で攻撃をされると、ちょっと笑っちゃいけない、でもあまりにも凄まじいことで、考えられないじゃないですか今の現代に生きていて。で魚雷に攻撃されるんですって。
それで、まあ、その当然ね、その全員が生還できるわけじゃないと、子供とか老人とかそういった方とかもいて、まあ、日本に着くまでには、まあ、それまでに、ね、お亡くなりになった方もいたっていう話、すごくないですか。それでその方はあの山口県の、浜にたどり着いて、まあ、今多摩地区にお住まいになってるんです。普通にもう多分ね、その長いお話をし、そうやって演奏族の話とかでこうじっくり時間を取って話をしなければね、そういう話って聞くこともなかったんだと思うんですけど、戦争の記憶ね、戦争の記憶ってものをこう凄まじい記憶じゃないですか。もうね、その空襲で爆弾でね、爆撃機に攻撃されるっていう経験、山に逃げると少数民族に襲われるっていう経験、船で外国に漕ぎ出していくっていう、こう経験で、 海に出たらあの潜水艦に魚雷で狙われるっていう経験で、山口県から、台湾から山口県で多分何百キロもありますよね。そこにまあ多分そんなに大した食料もなく、で動力もあったのかちょっと分かりませんけれども、まあ、手漕ぎじゃさすがに無理なのかな、まあ、小さなあのボートだったんだ、動力付きのボートだったのかな、ちょっとそこはねお聞きしませんでしたけれども、まあ、それであの、まあ、ちゃんとね生還できる可能性ってもう限りなく低かったんだと思うんですけど、そういう経験、そのうちの、ね、1個でもね経験したことないですよ、僕も。そういうね凄まじいもうこう経験をねされてる方っていうのが今のねあのご老人の方たちに、ね、結構いるんだなっていうのをね、本当ね、あの改めて感じました。こういう経験とかをねやっぱり突き継いでいかないといけないなっていうふうにね、ちょっとね改めてね思いましたね。もう僕のね祖父祖母とかももう一人ももう残ってないですけど、まあ、そういう経験したのかもしれない。ちょっと全然ねそういうことって聞いたことがなかったので、まあ、本当にねすごいことだなと思いました。事務所でねみんなに共有して、そういうね時代が日本にもあったんだなって、本当にねもう1世紀前とかではないじゃないですか、数十年前、70、80年前ですよね。まあそんなに大昔の話ってわけじゃないけれども、日本にもそういうことがあったんだっていうこと、これね忘れちゃいけないなって思います。最近ねやっぱりその、まあ、台湾中国のね戦争が起こりそうだっていうのは報道なんかよく見るので、まあ、戦争なんかなったら嫌だなと思うんですけど、まあ、そういうものを見てねちょっと思い出したので、皆さんね共有していきたいなと思って今日はこの話をさせてきました。じゃあ今日はねこれぐらいにして、午後はねビースのコンサートに行っていきたいと思います。この動画気に入ったって方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。